マヌエル・コムネノス・ドゥーカスは、エピロス・テッサロニキ先生校。中世ギリシア語表記では、マヌエル・コムニノス・ドゥーカス。テッサロニキ帝国、皇帝テオドロス一世、コムネノス・ドゥーカスの弟。府兄ではアンゲロスであるが実際にはその名前を、使用していない。1230年に、兄テオドロスがクロコトニツァの戦いで捕虜になった後、統治職を代行する。 しかしテオドロスは1237年に、ブルガリア帝国皇帝、イヴァンアセン二世によって釈放され帰国すると、マヌエルを主から追放し、長子ヨハネスをその支配に据えてしまう。マヌエルはやむなく、テッサリアに逃れて、そこに支配権を確立する。これによって、かつてのテッサロニキ帝国は、テッサロニキ、テッサリア、エピロスの三国に分割されたことになる。 マヌエルは1241年頃に死去し、その医療はミカエル2世が併合した。マヌエルの最初の妻はセルビア君主ステファン・ネマニャの姉妹。二番目の妻はイバンアセン2世の娘。共に子供は生まれなかった。ありがとうございます。